時の夕日に照る山もみじ恋も薄いも数ある中に松を彩る楓や蔦は山のふもとの裾もよ。YouTube をご覧の世界の皆様、急に寒くなりましたが、体調など崩しておられませんか？急に寒くなったので喉が痛くなったりしていませんか？皆さんお元気ですか？私はちょっと元々喉が弱いので喉がちょっと痛いなと思うので気をつけないといけないなと思っています。今日ねこれハンカチで作ったヘアバンドをしたんですよ。どうですか？かわいいですか？なんでヘアバンドをしたかっていうとね、私この、ちょっとごめんなさい。よいしょ。ナイヤードヘナシリーズのヘナ 100%、 この赤茶系に染まるっていうのをずっと使ってて、これはね化学染料、着色料、保存料は一切使用しておりませんっていう、これ自分で染めるんですけど、でこれは体に化学染料とか使ってないんで負担が体にないのでずっと使ってるんですけど、染めて 2,3 日はこうやって汗をかいたりすると、なんていうのかな、草だから、もともとは葉っぱとか草からできてる自然のものだから、緑色にこのなんていうんですか、襟ぐりとか T シャツのこことか緑に染まっちゃうんですよ。それで嫌で急遽ヘアバンドをしました。今日はねスニーカーをねもらいに行かなきゃいけなくて、夕方から出て行ったんで、ちょっと薄付きのメイクしてパパってしたんで、で薄いメイクの割には割となんか自然なメイクに仕上がったんで、よーしよーし、これで皆さんにお会いしようと思って、急遽動画を撮ってみました。暑い、ちょっと暑い、キッチンだから。今日は、私のまたドジな話ね。私15年ぐらい前に掃除機を買いました。それで私は物を買うときにすごく、金額とか物とか色とか何でもすごく迷います。それでその時もすごく迷ったんだけど、その電気屋さんのおじさんのアドバイス通り、掃除機はそんな高いものを買うんじゃなくて程よいお手頃な値段のものを買って、それで壊れたらまた新しいのを買える方がいいよって教えていただいたんで、一番お手頃な値段の9000円弱ぐらいの日立の掃除機を買いました。15年ぐらい前にね。でそれ今も全然使えるんですよ。それでね、それってすごく吸引力が強すぎて、で私ね例えばこれが部屋だとしますよね、床だとしますよね。でこう吸ってると、なんていうの、吸引力が強すぎて、これも床だけを吸いたいのにこれもシュ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 って吸っちゃうんですよ。それを何回も何回もそのするから、もうやっぱり安物買っちゃうから、こうやってバカみたいに、もういい程よい加減じゃないバカみたいにギューって吸っちゃうから、
もう安物を買うからだからって反省してたんです。それで15年間ずっと早く潰れろ早く潰れろって心の中で掃除機かけるたびに早く潰れろって、で潰れて新しいのを買うんだとか思ってたんですよ。でね、15年経って最近気づいたんですよ。ちょっと汚いんですよ、15年も経ってるから。ちょっと見せますね。ここに強中弱って強中弱って書いてるんですよ。私それ気づかなくて15年間。で最近はって私ずっと強にしているからシュ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 ってなってたんじゃんと思って、本当バカな掃除機だなって。早く潰れろ早く潰れろ、本当バカな掃除機、安物だからバカだなってずっと思ってたけど、皆さんバカは掃除機じゃないよね。本当にもうびっくりした、自分に。またかと思った。またこんな勘違い思い込みしてたと思って、本当に掃除機さんに15年間なんか思ってた気持ちごめんなさいと思っちゃった。本当にもうすぐ本当に壊れちゃうかもしれないけど、それまで心の中でずっと謝りながらこう大事にしながら使います。ずっと壊れろって思ってたから。本当にね、私ってなんかね思い込み激しいんだよね、本当に。でまあ結構時間も経っちゃって、今日は緑茶をいただこうと思っています。これ例のね、前も見せたけど、怒って泣いて笑って福くる福くろこれをいただこうと、これに入れていただこうと思います。それからね、もうちょっと食べちゃってるから袋がバシバシで申し訳ないんですけど、ぼんちの味カルタ、これすごく美味しくて、でこれをじゃーん、アカシアハチミツ塩って書いてます。これをいただいて、これを飲みながら皆さんとお別れしようかなと思います。たまにはこんな日常的な動画もいいですよね。つまんないかもしれないけど、ミニスカートじゃないし、まあ露出も少ないしね。で、あと女らしいところを見せれるとしたら、このうなじぐらいですけどね。でもさっき言った通り、汗あんまりかくとこれ緑色に染まっちゃうから大丈夫か、ヘアバンドしてるから。いただきます。おいしい。人生ね、笑ってるのがいいよね。いろんなこと考えないで、とにかく笑ってるのがいいよねいただきます。これね、いいお茶、玉露入り、すごくいいお茶、いただけ物だからね、いいの、すごく。あー美味しかった。でもね、今日皆さんに会えてよかった。また会えるけどねそれまで元気でいてくださいね。皆さん、またすぐ会えるから体大事にしてね、たくさん寝てね。私ね、人に寝てね寝てねっていうくせに最近すごく寝不足続いてて、ちょっと生活を睡眠を中心にするように切り替えていこうと思っています。皆さんも今度会えるまで本当に元気でいてください。今日も拙い動画最後まで見ていただき本当にありがとうございます。アラフィフ YouTuber まゆさりでした。
皆さんのことを大好きです。どうもありがとうございました。夜なのに大きい声出しちゃったじゃあまたね、本当にありがとう。またお会いしましょうね。本当にありがとう。